よろしくお願いします。研究会の皆様には、このような発表の機会を与えていただき、本当にありがとうございます。今回のタイトルは、英語だと MSMS クラスタリング・フォー・コンパウンド・スタクチャー・エルシレーション、MSMS クラスタリングという技術というコンセプトですね。これを使ってどのように、化合物の構造推定を行うかと、そういうような話をさせていただきたいと思います。最初にイントロダクションとしての何をしてきたかなどと、あと MSMS クラスタリングというのはそもそも何なんだろうと、僕の見方でしかありませんが、それを簡単に話したいと思います。その後に、パート1としてペプチドミックス、神経ペプチドですとか、内在性なペプチド、内在性のペプチドの構造推定に、MSMS クラスタリングを使うと、そういう話をさせていただき、その次に、そのコンセプトをメタボロミクスに使うと、低分子化合物に使うと、で最後に、今後の展望というよりは現状抱えている問題というか、どういうふうに発展させていきたいかというようなことを話したいと思います。で、簡単に私のバックグラウンドですけれども、先ほど紹介していただいたように、大学院は、国立遺伝学研究所で、PhD をやっていましたけれども、その時は質量分析っていうのは、遺伝研には当時はマルディ、もうこれをかぶったマルディが1台しかなかったので、当時は LC を、何種類の LC を1台、2台、3台、4台みたいにつなげて、その後エドマンデグラデーションでペプチド構造を決定すると、そういう非常に泥臭いことをやっていました。で、その当時にちょうど質量分析プロテオミクスが盛り上がっていて、当時神経ペプチド関連で非常に頑張っていた経由ルーベンのウィリアン・シュルツ教授の下で研究をしました。そこではもう非常に自由を与えていただいて、もう好きなことを何でも勝手にやってていいよと、そういう形でいろんなサンプルのペプチド同定に没頭して、一方でその過程でどうしても通常のツールじゃダメだと、マスコットばっかり使っちゃいられないということで、いろんなツール開発を行ってきました。その後九州大学に来まして、もっと一般的なメタボロミクス、あと MS イメージングなどにも携わってきました。で、去年から、2016年の4月から私はオイストで、渡辺准教授のもとで、全く新しい研究室を今立ち上げています。立ち上げ始めて、4月から立ち上げ始めて、当時はもう研究室、空っぽの研究室で僕ら一人ポツンとしているような状態でしたが、今研究ラボに大体8人くらい学生やテクニシャンが集まって、いろいろようやく動き始めたかなと。なので、もう正直今年はもうずっとウェットのラボのセッティングばかりしていました。で、そこで私が何をやろうとしているか、渡辺さんと一緒に何をやろうとしているかっていうと、今回の質量分析インフォマティクスの研究会ですけれども、もっとバイオロジー寄りといいますか、泥臭い、非常に原始的な生物、スポンジですとかプラコゾアとかシーアニマンっていう非常に原始的な神経系の研究を、ペプチドミクス、メタボロミクス、プロテオミクスを駆使してやろうと。で、その中でもちろん、インフォマティクスツールの開発っていうのが必要になってくると。それと一方で、このプロジェクトとはまた別で、一般的なインフォマティクスの質量分析用のインフォマティクスのツール開発というのもやっていきたいと、継続してやっているところです。で、それが大体の私のバックグラウンドということになるんですけれども、そもそもどういう感じで、私がどういう人間かということですけれども、大体、私の大体の作業場っていうのは、これベルギーの時ですけれども、こんな感じで、これは、ベルギーの大学病院の地下室の質量分析ファシリティの僕専用のスペースみたいな感じで、FTICR を管理してて操作しつつ、ゾロジカルインシティテュートとか、大学病院でサンプルを持ってきては、ここですぐ隣でサンプル調整をして、質量分析に打って、出てきたデータ解析用のコーディングをすぐ横で行うということで、ウェットとドライを両方、やってきたというつもりではあります。で、ということなので、つまり一般に求められている、世の中の皆さんに広く使われるようなツールを作るというよりは、自分のプロジェクトですとか周囲の共同研究者のために何か新しいツールをコーディング始めるという側面が強いです。
まあ、とはいっても、まあ、せっかく作ったツールなので世の中に出そうということで、まあ、今まで、まあ、割比較的最近といってもちょっと昔になっちゃいましたけども、開発したツールとしては、まあ、ペプシド童貞用に CID と ETD を組み合わせて、まあ、すごくハイセンシティブなペプシド童貞、まあ、超ハイセンシティブバージョンのマスコットみたいなやつですね。それとあと最近では、これはまあ、ペプシドとか全然関係ないんですけれども、質量分析イメージング、通常のイメージング特定のピークを可視化するんではなくて、いろんな体質パスウェイに存在する化合物の比率インデックスをイメージ化するっていうようなツールとかも開発しました。まあ、これも両方どちらもやはり自分がやってることに必要だったので、まあ、開発して、まあ、ついでにツールとして公開しようと。どちらも、ソースコードからダウンロードできます。もちろんそれ以外にもいろんなインハウスツールをもう山ほど開発してきたという経緯もあります。で、今回お話しする、MSMS スペクトルクラスタリングですけれども、これも私の研究の中で、まあ、いろいろ活用してきた技術というコンセプトですね。これは MSMS スペクトルクラスタリング、質量分析スペクトルクラスタリングで Google すると、多分この論文が一番上に来ます。これは、2008年のジャーナル・プロテオム・リサーチで、ラストオフターがパベル・ペプスナーの、MS クラスターっていう、まあ、クラスタリングでは割とメジャーなアルゴリズムの論文ですね。で、これはスペクトルが ABC、 これは同じペプチド由来のスペクトルでも異なる実験、もしくは同じ LC-MS-MS の欄で複数出てきたやつ、これはスペクトルが非常に似ているので、一層もう混ぜちゃおうと、コンセンサスの配列を、スペクトルを作ってしまうと。そうすることで、まあ、一つ一番実は大事なのは、スペクトルのリランダンシーを減らすことができる。あとはデータベースのリポジトリの問題でデータ量を少なくすることができると。さらにはスペクトルの質を結果的に向上することができる。僕が理解している感じでは、そのプロテオミクスでの MSM スペクトルクラスタリングというのは、最初はもう同じペプチドのスペクトルを重ねて質を上げるというコンセプトだったというふうに僕は思っています。ですが、まあ、その後、その同じようなスペクトル、同じスペクトルではなくて、例えばこの場合構造ペプチド代謝物ですけども ABC とあって、構造が微妙に違うけれどもスペクトルは似ているっていうのは、この部分だけが違うからっていうふうに、スペクトルの類似性を検出して、それを、まあ、グラフ理論的にその類似性をもとにスペクトルをつなげると、 ABC と。つまり、同じペプチド由来のスペクトルをつなげる、マージするというのではなくて、似たスペクトルを見つけると。スペクトルが似てるんならペプチドも似てるんだろうと。非常に荒っぽい言い方ですけれども、まあ、基本はそういうことだと思っています。そうすることで、構造的に類似した化合物のスペクトルを、実際に構造を同定する前にスペクトルの類似性をもとに構造類似性を検出することができると、そういう使われ方もしてきました。で、現状では、まあ、いろんな MSM スペクトルクラスタリングのアルゴリズムがありますけれども、一番メジャーなのはこの MS クラスターだと思います。これは GNPS で使われている。もし GNPS、 もしまだ使われていない方がいらっしゃいましたら、これは非常に面白いデータベースなので、ぜひ皆さんで活用しましょう。これはもともと独立したコードで配布されていましたけれども、現状はもうリンクが切れているので、この MS クラスターっていうコードが欲しかったら、 GNPS 全体を配布しているファイルがあるので、その GNPS のディストリビューションの一部に C++ として存在しています。ですが、まあ、僕はまあ、いろんな経緯があって違う論文ですね。これは2008年のジャーナル・プロテオム・リサーチのボナンザというアルゴリズム。これは、GitHub で Java コードで、公開されています。ですが、まあ、僕は Java があまり使えないので、もう自分で書き直している状態です。先ほどどういうアルゴリズムかっていう話が
ありましたけれども、まあ、先ほど津川さんが説明してくださったように、基本的には、まあ、アイデアとしてはコサインスコア的なもので、スペクトルがマッチしたピークのスコアとマッチしなかったピークのスコアの組み合わせ。ただし違うのは、この単純に同じ M over Z だけではなくて、プレカーサーとフラグメントの M over Z の差分、ですね。もうちょっと後で詳しく説明しますが、まあ、大体スコアリング自体はこのように非常に簡単です。まあ、簡単でも僕としてはこれは非常に活用法がいろいろあると、後でお見せしますけども、スペクトルのビジュアライゼーションやスペクトルのオーガナイゼーション、その他いろいろ使えるんじゃないかと思っています。で、この技術をどういうふうにして私が使っているか、使ってきたかっていうのを紹介して、まあ、面白い技術だなというふうに、皆さんにも活用していただきたいっていうのが私の今回の今日の狙いなんですけれども、まあ、そのパート1としてはペプチドミックスで、ペプチドミックスっていうと、ペプチド質量分析によって網羅的に構造動態すると、じゃあそれプロテオミックスなんでしょってよく言われるんですけれども、実際はそうではなくて、トリプシタンパクをトリプシン昇華したものではなくて、天然でそもそも存在しているペプチド、まあ、一番メジャーなのはニューロペプチド、あとペプチドホルモン、アンチマイクロビアルペプタイドとか、いろいろペプチド代謝物っていうのは実は天然ボーダーに存在します。もちろんタンパクとは違って、もともとはタンパクの一部にコードされているんですけれども、そこがクリーベージサイトで、内在性の酵素によって切断されていろんなモディフィケーションを受けると、こういう、分子です。で、そもそも私がなんで神経ペプチドに興味を持っているのかというと、これはニューロトランスミッターやホルモンとして、生体のいろんな生理現象、行動、時には情動さえもコントロールするというように非常に重要な分子であるということがあります。で、私としては、もともと進化に興味があったので、この神経ペプチドっていうのが、どういう神経ペプチドがどういう生物に存在するか、その構造の違いは何か、そういうカタログ化をしたいというふうに思っています。でも一方でそれはちょっと難しいと。通常の神経ペプチドの動態であれば、言ってしまえばプロテオミックスと同じようなアプローチで、マスコットを使えばできてしまいます。ただそれは、その動物が、自分が解析しようとしている生物種がデータベースを持っていればの話。マウスですとか症状場合であれば、もちろんプロテオムジェノムデータベースがあるので、全く何の問題もなく、もう1時間で神経ペプチドを全て同定できます。ただし、私が興味を持っているような奇妙な生物、例えばこれはスポンジですとか、これはシーアネモネ、イソギンチャクの一種、もうその辺の沖縄の海に行って捕まえてきたような生物から神経ペプチドを簡単に同定できるかって、それはデータベースがないから不可能。そういうことに非常にフラストレーションを抱えていました。で、そこで MSMS スペクトルクラスナリングを使ってどうにかできないか。ストラテジーとしては、非常に単純で、原則一つ、データベースを持っている何かモデル動物がいる必要があります。例えばこの場合だと、モデル動物のイソギンチャクがゲノムを持っていると。ので MS、通常のマスコットでペプチド同定は簡単にできてしまう。そこでデータベースを持ってない生物、そこから MSMS スペクトルを取ったときに、スペクトルの類似性、先ほど津川さんがもう大体説明してくださいましたけれども、スペクトルの類似性でクラスタリングをする、ネットワークを作ると。そうすると、この2つのペプチドの構造の類似性が非常に高いということは、こちらのペプチドの構造を同定する前に分かる。それを利用して、マスコットからペプチドを同定して、そこからアミノ酸のバリエーションを作ってやる、組織的にバリエーションを作ってやる。それをターゲットのデータベースとして、マスコットのようにスペクトルマッチング、スコアリングをすることでペプチドを同定すると。非常にシンプルなアプローチではあります。で、この技術を使って実際にどういう、でもですね、
この新技術を使って神経ペプチドを粗銀着から同定しましたという例を紹介したいと思います。まあ、なんでそもそも一酸銀着を使っているのという話ですけれども、これはまあ実は生物学的には極めて重要な生物で、まあ、神経系が一番原始的な神経系を持っている生物なんですね。まあ、生物が単細胞から多細胞に進化していって、その過程で神経系を獲得したわけですけれども、その神経系をいつ獲得したのかといえば、イソギンチャクのご先祖様が獲得した、だから我々も持っているということになります。で、非常にこれら全てイソギンチャクですけれども、形態的にもまた生態ライフサイクル的にも非常に多様化しているので、それをコントロールしている神経ペプチドが知りたい。ただ問題なのが、神経イソギンチャクでゲノムもしくはプロテオムデータベースを持っているというのはこのネマトステラしかいないと。つまり他のイソギンチャク、水族館ですとか、天然に存在しているイソギンチャクから神経ペプチドを同定しようと思ってもそれは不可能であると。そこで先ほどの MSMS クラスタリングのアルゴリズムを使って、これですね、最近うちのラボで飼い始めたパリスワムツキっていう、この兄弟的な種が非常に強力な毒を持っているということで有名なイソギンチャクですけれども、このイソギンチャクに神経ペプチドがあるかどうか、それが簡単に MSMS クラスタリングで同定できないかどうかということを試してみました。で、この MSMS スペクトルネットワークっていうのは、僕としては投げ縄みたいなイメージですね。つまりもうデータベースを持っていて構造同定をしたペプチドのネットワーク、もしくはこれはそもそも測定したデータである必要はそもそもなくて、例えば論文に記載されている神経ペプチドの配列をずらずら並べて、そのセオレティカルなスペクトルを書いて、それでネットワークを書いていると。そのネットワーク、投げ縄的なものを全く新しいエキゾティックな生物の MSMS スペクトルにポンと投げてやると、構造的に類似したペプチドが網の一部にかかって、そこから構造同定できるとということで、これは構造同定ができるということと同時に、可視化すること、一番はあれですね、構造同定をしてしまう、構造同定をするって統計的な優位性どうなのみたいな議論がまた延々続いてしまうかと思うんですけれども、少なくとも検出はできると。神経構造的に類似した神経ペプチドがこの生物種の全く新しい生物種、その辺から拾ってきた生物の中に存在しているかどうかというのが、すぐ分かってしまうという意味では、私としては非常に活用しているテクニックです。もちろんこれは神経ペプチド以外にも、ペプチドであれば何でもいけますし、特に有効かもしれないのはモディフィケーションですね。予想してないモディフィケーションを検出する、あとミューテーション、アミノ酸置換が起きているペプチドを検出しつつ可視化するというのに非常に有効なツールだと思っていますですね。大体今言ってしまいましたけれども、でこれは私が最近一から作ったというよりは、ベルギーにいた時に、ヘルベンという、一緒にプログラミングとかしてた人が書いた論文、2012年、それ当時はもう単純にネットワークの概念なしで単純に一つのスペクトルを取って、それで構造をついてしてたんですけれども、僕は最近割ともそれにネットワーク的なアイデアとして使いやすくしたっていうのが今回の話です。なので今回の具体的な話はこの論文で、大体コアの部分はこの論文に記載されています。ということで、MSMS スペクトルクラスタリングっていうのは、私として非常に魅力的なのは、構造同定をする前に構造の類似性が分かってしまう。で、いろいろ使えそうじゃないかというふうなイメージというふうな感触を持ちましたので、それじゃあペプチドだけじゃなくて、もっと低分子化合物に使えるんじゃないだろうか。ということで、パート2としてはメタボロミクス、この MSMS スペクトルクラスタリングをメタボロミクスに使ってみましょうという話です。で、メタボロミクス、低分子化合物の構造推定に質量分析をどういうふうに使うかというのは、先ほどの演者の方々がもう説明してくださいましたので、この辺は大体省きますけれども。
スタンダードコンパウンド、スタンダード、化学合成された表品を使うわけでも、スペクトルライブラリーを使うんでもなく、ケミカルストラクチャーデータベース、PubChem、HMDB のような構造データベースの中から構造推定を行う、そういうアプローチを僕も取っています。でまあ、この辺も先ほど説明されていますが、基本的に、どういうふうにそのデータベースを使った、ケミカルストラクチャーデータベースを使った構造推定をどうするかという、まあ、概念的なものですけれども、まあ、質量分析、スペクトルを取ると。で、そのスペクトルのプレカーサーマスをもとに、ケミカルストラクチャーデータベースから候補を引っ張り出してきて、例えば200ダルトンであれば200ダルトン。何 ppm の範囲で200ダルトンのマスを用いる構造を持ってくると、その構造からインシリコでフラグメントスペクトルを生成して、それで実測値と比較すると。で、私はもともと最初の方はペプチド、神経ペプチドミックスをやっていたので、メタボロ低分子化合物といっても同じじゃないのというような最初は印象を持っていました。ただもちろん実際にやってみる、見てみると違っていて、ペプチドはまあスペクトル、いろんな B イオン、Y イオン、いろんなピークが出ます。豊富なイオンが出ます。そしてもうどこで切れるかっていうのがもう分かっているので、非常に解釈、スコアリングが楽。それに対して低分子化合物っていうのはそもそも構造として小さい、もしくは切れる場所が限られているので、出てくるプロダクトイオンのピークっていうのが非常に少ないと。でどこで切れるのかっていうのがよくわからないということで、低分子化合物の構造推定っていうのは未だに非常に難しい。で、その私は最初にペプチドを LC-MS-MS から構造推定をするっていう仕事をメインにしてたので、非常に難しいなと、こんな無理なんじゃないのっていうのが最初のイメージでしたけれども、もう一つでも一方でペプチドもしくはプロトミクスとは全然違う特徴というのがメタボロミクスのデータ LC-MS-MS にはあるんじゃないのっていうのが最初思ったことです。っていうのは低分子化合物、メタボロミクス一つのサンプルに、これ例外もちろんあると思いますけれども、代謝パスウェイに同じ代謝パスウェイに乗った構造的に類似したというよりは同じ代謝パスウェイに乗った代謝物っていうのが存在しているだろうと。多分存在してるだろうと、もちろん例外もあると思いますけど、で私が思ったのはその構造が似ている物質が同じ LC-MS-MS データに存在してるってことはすごく何か大事なんじゃないのかと、何か役に立つんじゃないのかっていうふうに思いました。というのも、先ほどから話しているスペクトルクラスタリングですね、構造推定をする前に MS-MS のスペクトルの類似性で構造その物質の構造類似性も予測してしまおうと。つまりサンプルがあって、そこから LC-MS-MS で同一サンプルから MS-MS スペクトルがポンと取れてきた、それに対して MS-MS スペクトルクラスタリングをしてやれば、例えばこの3つは非常に似ている、同じようなメタボリックパスウェイから派生している物質に違いない、構造は分からないけれどもというような仮説ですね。そういうふうに考えることができます。そしてこのマス、測定されたマスからマスをもとに構造データベースから構造の候補の物質を見つけ出します。例えばこれが100ダルトンだったらこんな物質、これが110ダルトンだったらこんな物質の候補があり得ると。そして今回というか、このアプローチの場合大事なのはもうスペクトルクラスタリングによってこれらの物質っていうのはおそらく似てるだろうということが分かるわけです。つまりこういうようなキャンディデートがいっぱい出てきたら、いろんな構造がもちろん出てくるわけですけれども、正解の構造っていうのはお互いに似てるはずだと、似てるんじゃないのっていう、そういう考え方が成り立つんではないかと考えました。で、そのスペクトルクラスタリングを使った構造推定の基本的な戦略ですけれども、まずは、基本的には前半部分は先ほどの神経ペプチドの話とは全く同じで、
最初に LC-MS、MS データからスコアリング、スペクトルの類性をスコアリングしてネットワークを書くと。そしてそのネットワークをもとに、構造類似性を計算させて代謝物の構造推定を行うと。実際にどうするか、実際のデータがどうかっていう話ですけれども、例えばこれは、マスバンクから取ってきたステロイド系のスペクトルですね。こういうように、このスペクトル、プロゲステロンとアンドロステンディオンのスペクトルの類似性をこういうふうに書かせて計算させます。そしてさらにアンドロステンディオンとエストロンも構造が似ている。ということで、この3つのスペクトル、この3つの化合物のスペクトルというのが非常に似ているということが、単純にネットグラフ的に書くことができます。で、この A、B が構造的に、スペクトルが似ているので構造的にも似ているだろうと。その前提をもとに、構造データベースからそれぞれのマスに相当するそれぞれのプレカーサーのマスに一致する候補構造っていうのをずらっと出してくると。で、それぞれに対しそれぞれのキャンディデート間で構造類似度っていうのをもう網羅的に計算します。で、構造類似度、これはまた後半にちょっと問題になってくるんですけれども、基本的には私は今のところケミカルフィンガープリント法で構造類似度っていうのを評価します。そうすると、この場合、スペクトルネットワークでノードエッジでつながった ABC っていう3つのスペクトルがあった場合は、スペクトルがあって、データベースからこういう、それぞれこういう候補構造が見つかってきた。そうすると、そういうような場合は、構造類似度、フィンガープリントに基づいて構造類似度の計算というのを網羅的にやって、その足し算をしてやると。そうすると、その足し算、構造類似度のスコアが一番高いやつが正解であろうと。そういうようなアプローチです。じゃあ実際にどういうふうに、実際に生データに使ったときはどういうふうに見えるのかっていう話をしたいと思います。これはですね、トマト、アラビドプシス、緑茶、今考えると結構むちゃくちゃな組み合わせだなとは思うんですけど、当時働いていたグループの都合で、こういう LC-MS、MS データを入手しました。で、それぞれのサンプルに関して、ちょっとこれ、エッジが見にくいですけれども、こういうスペクトルネットワークを書くことができました。で、先ほどのペプシドの話と似てるんですけれども、ただそれぞれのサンプルでネットワークを書かせるんじゃなくて、もう全部混ぜた上でネットワークを書かせてやろうと。そうすると、当初の目論みとはちょっと違っていて、なかなかつながらなかったんですけれども、特徴は見えると。例えば、ここに答え出しちゃってますけれども、これはトマトでしか見つからないネットワーク、巨大なものもありますし、あと、こういう3種類がきれいにというか、ごちゃ混ぜになってネットワークを作る、ごちゃ混ぜになっているネットワークっていうのも見えます。つまり、3種類の LC-MS、MS スペクトル混ぜてネットワークを書かせると、それぞれのサンプルの中にどんな物質があるのか、そういう傾向がこういうふうに簡単に可視化できるというのも MSMS スペクトルクラスタリングの利点だと思います。で、このうちの巨大なネットワークの一つ、それぞれのノードに関して、これは測定されたプレカーサーのマスをメタシックと HMDB をマージした構造データベースにサーチして、それぞれのノードの候補構造同士を構造類似度をスコアリングした先ほどのアルゴリズムをもとに、ランキング1番は何かなっていうとフラボノイドグリコシサイズが見えてくると。これはいくつかに関しては表品で確認しましたので間違いないだろうということが言えると思います。で、これがサマリーパート2メタボロミクス用のサマリーですね。基本的にはさっきペプシドと同じで、スペクトル構造的に類似しているスペクトルをリンクすることができる。で、メタボロミクス低分子化合物用には今回、メタボロミクス構造的に類似している物質の
ネットワーク構造から構造推定を行うことができると。これまた非常に可視化、もしくはスペクトルの化合物ですね、スペクトルの化合物をクラシファイして、また構造推定、アノテートするのに非常に有効なツールだと思っています。で、今までがメインの話ですね。で、これから、これからの展望というよりは、いろんな問題があるので、これをどうしていこうか、もしくはこれから私がどうしようかし、ど、どうしようとしているかという話です。で、先ほどの、特に、ペプチドと、あと津川さんが話してくださった脂質に関しては、既存の MSMS スペクトルクラスタリングというのは非常によく動くと思っています。もう一方で、もう低分子化合物、もう何でもごちゃ混ぜの化合物のサンプルを扱うためには、まだまだなかなか問題があるんじゃないかなと、そういうふうに思っています。一つは、ネットワークをどういうふうにオーガナイズして可視化するかという問題と、あと、これはちょっともう大前提の問題なんですけども、スペクトルシミュラリティとストラクチャーシミュラリティをリンクさせる。そもそもスペクトルシミュラリティが高ければ構造類似性が高いのかということ、この2点が非常に大きな問題だと思っています。で、1つ目の問題で、MSMS スペクトルネットワークをどういうふうに可視化してカテゴライズするかということですけれども、これはマスバンクのデータ、これは QTOF のデータですね。QTOF、マスバンクの QTOF のデータを全部取ってきて、ボナンザスコアリングでエッジを書かせて、それをボーンと書かせたものです。これを見て、なんでしょう、こういうネットワーク系の仕事、ネットワーク系のアルゴリズムだと、なんとなく複雑な構造を見せると、なんとなく難しいことをやっているような印象を持っていただくことができるかもしれないんですけれども、これは正直言っても役に立たないです。なぜかというと、ノードとエッジの関係がもう複雑になりすぎてて、もう記述、もう表現しきれていないと。実際にこのデータ、このネットワーク構造を使って何かするっていうのは非常に難しいと。あと、これ一つ一つというより、このネットワークの詳細を見ていくと、気づいたことはいろいろあるんですけれども、間違ってつながっている、たまたまスペクトルが似ていてつながっているっていう例ももちろんたくさんあります。そういう例があると、どんどん間違えたもの同士のリンク、エッジがどんどんつながって、先ほどの私の、アイデアの構造推定っていうのが難しいケースっていうのが実は結構あると。で、これをなんとかするために、いろいろ悩んだわけですけれども、一つの解決策になりうるっていうのは、あれですね、もうネットワークインフォマティクスに頼る。そのネットワークインフォマティクスのコンセプトの一つがコミュニティですね。複雑なネットワーク、もうすべてがつながっているように見えるネットワークでも、実はインターナリーにエッジを張っているグループっていうのが存在すると。そのグループ内のインターナルな接続をスコア化することで、グループに分けることができる。もちろんこれは私のアイデアではなく、ネットワークインフォマティクスの皆さんのアイデアです。で、そのアイデア、特に今回はそのグレイっていうメソッドですね、それを先ほどのマスバンクの一部ですけれども、それに導入するとどうなるかというと、非常に見にくいとは思うんですけれども、全部もうむちゃくちゃにつながっている、むちゃくちゃにエッジがつながっているネットワークというのを、このように構造、かなり実際の構造類似度を反映させたグループに分けることができます。そうすることで、このグループ内での構造類似度、お互いの濃度間の構造類似度っていうのを飛躍的に高めることができる。もちろんこれで全てが解決と言ってるわけではなくて、このようにネットワーク系のインフォマティクスの技術っていうのが必要になってくるんではないかと。特にこれは、マスバンクもそうですけども、非常に雑多なデータ、大量な MSMS のビッグデータを扱う上では、こういうネットワークのインフォマティクス技術っていうのが極めて大事になってくると思います。で、もう一つが、そもそもスペクトルシミュラリティとケミカルシミュラリティっていうのはイコールなのっていう話ですね。です。というよりも、そもそもシミュラリティっていうのは何なのっていうところまで、もう最終的に僕は全問答みたいな感じになってしまったんですけれども、
例えばですね、これはまたマスランクのデータ、すべての総当たりでスペクトルシミュラリティを計算して、それぞれの組み合わせでストラクチャルシミュラリティを計算させました。そうすると、これがスペクトルシミュラリティで、上がケミカルフィンガープリントスコアです。これはモルガンフィンガープリントをダイスで計算させたやつです。大体こういうふうに、まあ、ちょっとログになってますけれども、こういうふうになっていて、大体こういうふうな三角形がなんとなく見えると思うんですけれども、この部分はいいんですね。これはスペクトルシミュラリティが低くて構造類似度も低い。その通り、よかったよかったって話ですし、こっちもスペクトルシミュラリティが高くて構造類似度が高い。これもいいんですけど、問題はこの辺ですね。スペクトルシミュラリティは低いんだけれども構造類似度が高いっていうのが膨大に実はあると。で、まあ、これも、まあ、考えてみれば当然というと怒られるかもしれないんですけれども、もともと今回今まで話してきているスペクトルシミュラリティのアルゴリズムというのはペプチド用に開発したものなので、低分子化合物の構造類似度を反映したスペクトル類似性という計算には、まあ、適していないんじゃないかと。なので現状では、そのスコアリングの方法をもうそもそも新しい方法の開発っていうのにもチャレンジしています。で、あとはまあそもそも構造類似度は何なのっていう、ちょっとこれずれてますね。これは非常に構造が類似している。例えばこれをどっかで、まあ、NSMS を取ったら、まあ、スペクトルは似てるんだろうなっていうふうになんとなく皆さん思うかもしれないんですけど、ね、違いはずれてますけど、こことここですね。でなんですけれども、まあ、これ、まあ、構造類似度いろんな方法があるんですけれども、一般的な、すごく一般的なケモインフォマティクスの構造類似度でいうと、これは実は構造類似度が非常に低いと。質量分析やってる人からすると、これは構造類似度高いんじゃないのっていうふうに見えるんですけど、実は評価の仕方、まあ、これは本当にどういうふうにそもそも評価するかっていう話の問題なので、別にこの方法を攻めるわけにはいかないんですけれども。で現在ではこのスペクトルネットワークに対応するような構造類似度の模索に、模索をしています。まあ、いくつかいい候補もありますし、あとはまあ構造類似度じゃなくて、そもそも、どの分子が、どの原子がオーバーラップしているかっていう全く違う計算方法っていうのも試しています。まあ、あとは、単純に構造を比較するというのではなくて、まあ、せっかく MSMS スペクトルがあるんだから、まあ、候補構造と MSMS スペクトルをマッチングさせ、フラグメントをマッチングさせて、そのフラグメントの薄くされたフラグメント構造間の構造類似度の評価ということも、やっています、ね。そうするともう先ほどのアルゴリズムの正確性というのがもう飛躍的に高くなっています。ただ非常に重い処理として重くなっているのと、非常にコードがややこしくなっているので、ちょっと今まあ大変ですけれども、まあなんとか頑張っている状態です。で、先ほど津川さんがおっしゃった GUI が必要だ。僕としては、まあ、インハウスでは自分で使うソフトウェア的には、まあ、GUI なくても、まあ、コマンドラインでなんとかやっても、まあ、やる分にはまあ本人ができればいいんじゃないのっていうふうに思ってたんですけれども、このネットワーク構造を見るためにはとても、まあ、コマンドラインとあと、まあ、データマトリックスだけ持ってこられても直感的にどうしてもわからないということで、最近ではもうサイトスケープ、非常に便利なツールがあるので、先ほど今お話したですね、内容のコード、まあ、モジュールになっているのを全部サイトスケープに放り込んで、例えばまあ先ほどのこのネットワークを放り込んで、そこからまあもちろん最初はまあネットワークを可視化すると。でそれぞれ対応したすみません、コミュニティディテクションも行うと。で先ほどの構造類似度云々のスコアリングの結果も、これちょっと色が反転して見えないんですけど、スコアも出すと。でそれにスコアに応じた構造を表示させると。こうするとまあ見やすいと、まあ、何よりまあ、開発している自分にとってはまあなんとなく安心で、詳細なデータ、まあ、スマイルとかインチみたいなデータはこういうタブに出してくれると。なのでサイトスケープっていうツールを使うと、まあ、現状ではこういうふうにサイトスケープベースでワークベンチ的な感じで作っています。機会があれば、まあ、論文が
完成次第これも公開できればいいかなというふうに考えています。で、まず駆け足、非常に駆け足になりましたけれども、MSMS スペクトルクラスタリングというのは非常に効果的なアプローチで、MSMS データセットをオーガナイズして構造的に類似したものを検出するのに非常に有効です。でそれを構造同定に使うことがもちろんできます。ただし、メタボロミクステーブ、雑多な低分子化合物を解析する上では、まだまだ改善の余地がある。改善の余地があるとはいっても、先ほど紹介した、ここをこうすればいいという、そういうアイデアは、ありますので、近い将来解決されます。で、津川さんが先ほどお話しされた資質に実際に使うネットワーク構造を使っていらっしゃいましたけども、そういうように、もちろん私が今回話したアプリケーション以外にも非常に汎用性がある、非常に使い勝手のいいコンセプトですが、現状あんまりこれを活用しているっていう話を、論文単位ではいくつか結構ありますけれども、周囲ではあまり聞かないので、ぜひ皆さんにスペクトルクラスタリングというのを使ってみて、いろいろ面白い研究をしていただけたらと思います。で、すみません、アクノレッジメントですね。これは今、オイストで、渡辺さんというユニットリーダーが非常に自由を与えてくれているので、好き勝手やっています。で、オイストは質量分析ファシリティが非常に素晴らしいのが揃っていて、アレックス、彼がもう管理していて、今回お話した以外のことでも、いろいろ2人でいろいろ計画しています。で、今日お話したメタボロミクス用のスペクトルネットワークの大部分は、九州大学で開発しました。特にテクニカルスタッフの山田美人さんのアイデアみたいなのを非常に反映させることでいろいろ解決できました。と、ペプチドに関してはベルギー時代で ルーベンとアントワープとゲント大学、それぞれの皆さんの協力、そして何よりも、今回お話したコードの大部分は Python と RDKit で非常に簡単に書かせてもらっていますので、こういうケモインフォマティシャン、プログラマーの人に感謝したいと思います。すみません、時間かなりオーバーしてしまいましたけど、以上です。はい、早川先生、ありがとうございました。